ドン・マレーはアメリカ合衆国の俳優、ドン・マーレーとも表記される。俳優のクリストファー・マレーは最初の妻で女優のホープ・ラングとの間に生まれた息子。1929年にハリウッドでダンスディレクター兼ステージマネージャーの父デニス・ワロイシュースと歌手で元ジーグフェルドパフォーマーの母、エセル・クックの間に生まれる。ニューヨークのイーストロック・アウェイ高校を卒業した後、 アメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで演技を学び、1951年にブロードウェイデビューする。1952年に朝鮮戦争に徴兵されるが、良心的兵器拒否者として免除され、代わりに難民を支援する仕事をする。1955年にブロードウェイに戻り、ザ・スキン・オブ・アワー・アーティーズに出演。その演技を見た女子はローガン監督により、映画バス停留所で、 主演のマリリン・モンローの相手役に抜擢され、映画デビューする。この演技により、第29回アカデミー賞で、助演団優勝にノミネートされる。その後も映画に出演するが、1960年代後半以降は主にテレビを中心に活動する。映画デビュー作、バス停留所で共演した女優ホープラングと1956年に、 結婚して2子を儲けるが1961年に離婚、1962年にエリザベス・ジョンソンと結婚し3子を儲ける。ありがとうございます。